ハローアースノイド、ガンダムの名言に対するネットの反応をお送りするよ。俺がガンダムだ。シャー、ララースンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。そのララーを殺したお前に言えたことか。アムロ、お母さん、ララーが？うわぁ、よりにもよってこれが二人の最後のセリフというのが。これが逆シャーの最後のセリフだと主張して知った時には、あの宇宙世紀の一区切りがこんな形でついたとは思いもよりませんでしたよ。ウィングだけで埋まるぞ。多すぎる。お前を殺す。死ぬほど痛いぞ。このターン X すごいよー。さすがターン A のお兄さん。ユニバース。ガンダムにおひげがありますか？ありません。貴様たちの整備のおかげで使いやすくしてくれてありがとう。名言で会話する男。会話はあんましてねえんだよな。言葉のキャッチボールというより、ただ弾丸浴びせてくるだけというか、そもそも大半独り言だから。まさに眠り姫だ。抱きしめたいな、ガンダム。やはり私と君は運命の赤い糸で結ばれていたようだ。この気持ち、まさしく愛だ。身持ちが硬いな、ガンダム。やわ肌を晒すとはハレンチだぞ、ガンダム。どれほどの性能差であろうと、今日の私はアシュラすら凌駕する存在だ。真面目にかっこいい時のハム。ドラマ CD でのグラハムの発言も大概全部ひどい。黒田はちゃんと計算して書く人ってイメージだから、ハムが気持ち悪いのは全部そう誘導させられてるんだよ。それにしたってイカれてんじゃねえのってワードチョイス。暴力はいけないの一連の神優の行動言動含めて。サボテンが鼻をつけている。病欠します。かっこ部活を休むことを口頭で伝えに来て走り去る。名言で考えると、ファーストは富の武士をだいぶ抑えてるよね。ファーストはメイン脚本の星山氏があんまり乱暴なセリフを書かない人だったからかもしれない。同じ星山氏が参加してるターン A も全体的に言葉遣いは優しめだし。ガンダム X のあの演出からこれがお出しされるのが面白すぎる。残された手段は自爆装置か、最終回の主役の発言である。うへい、自爆スイッチを押せ。お前は暴走してるから止まれって。ニュアンスなのはわかるけど、主役が自爆を進めるな。早く私を殺しにいらっしゃい。宇宙の心は彼だったんですね。これ解説聞いてもよくわからんから、ガンダムのドグラマグラだわ。もう原作から何年も経ってるのに、未だに全ガンダムファンが果てなってなる最強の名言来たな。私は歯医者になりたい。ウィングは全員頭狂ってて精神異常者で、いちいち白紙だから名言が多い。トレイズとリリーナの声優がキャラクターの理解に苦しんでたのくさ。わかってたまるか。バイルだ、アグニカカイエルの魂。そうだ、ギャラルホルンの正義は我々にある。ふははは、怖かろう。しかもノウハコントロールできる。後のセリフまで繋がると笑えないセリフにはなるけど。俺はスペシャルで2000回で模擬戦なんだよー。俺はスペシャルパイロットで2000回これまでに乗ってて、今模擬戦中でカッコつけたかったのに、できない見合いだと思うけど、声が迫真すぎていつ聞いても笑う。島本バンドモンとかいうアニメ序盤のニヒルやぶっきらぼうをどこかに投げ捨てた男。なんか20歳のカップルの旅行だって考えたらすごく健全で楽しそうだな。そっか、本来なら大学生と同じ年齢なんだこの二人。